わずか2 5 8ムで生まれた赤ちゃん。退院でき男の子としては、世界最小だった赤ちゃんが3になり、家族みんなでお祝いをした。自己主張するようになり、すくすく成長している。庭で、しそうにブランコ遊び、カメラに向けて、リュウユウヤン、バー、軽井沢町の席のリュウユウちゃん。10月1日に生まれ日を迎え、3歳になった。父、浩平さん。 生まれ、時のことを考えると、よく3歳まで育ってく、たと思う3年前、竜祐ちゃんは、安曇野市の県立、ども、病院で生まれた。体重わずか2 5 8ム身長22インチ、んち大人の手のひらに収まるほどの大きさだった。母、としこさんが、妊娠高血圧症候群にな、ことから、体重を守るため、病院は、 妊娠24週と5日、緊急帝王切開に踏み切った。母、としこさん、2019年10、取材、生まれた時、小さすぎて産声もなくて、生まれたのかどうか自分で感覚がなくて、医者、ら生まれましたよって、すぐ新生児の先生に、しますって言われたんですけど、その時点で、無事かなと思うだけで不安でした。父、公平、ん、2019年10月取材、 私たちは何もできないので、先生、地にお任せで信用して、待つしかないと思っ、いた。そこから先は、彼本人がこの世の中で生、大会行きたくないかと思っていた命の木もあったが、病院の手厚いケアと自身の生命で乗り越えた、竜祐ちゃん。当時、病院が調べた、二百258グラムで生まれて退院できたのは、男の、では、世界最小だった。 2019年4月に退院をれから3年、ゆうちゃんは体重6 9 9 0ム、身長7 4 1ンチ、9月13日時点、10は平均の半分ほどだが、すくすく元気にせい、している。母、としこさん、肉が大好き。唐揚げ、か、欲しい、欲しいと、人の分までと、ろうと10月3日、未不妊中の父、浩平さんが帰宅し、 家族で単、会を開いた。ろうそくの火を吹き消し、家族、めでとう大好きなケーキを頬張った。食べ終わり、ルと、おもちゃのマイクを握り、歌とダンスを、ロ。4月から保育園に通い始め、できることもの、どん増え、自己主張もするようになったとい、りゅうゆうちゃん。兄や姉と遊んでいても、りゅうゆうちゃ、嫌だ、元気いっぱいのりゅうゆうちゃん。関野さん、家は、 これまで支えてくれた人たちへの感謝、胸に、成長を温かく見守っている。兄、ゆうひらたさん、コミュニケーションが取れたりするところ、すごく成長したと思う父、浩平さん、したからに、目の子がやんちゃだったが、その子よりやん、や、自分の主張をしてくれるし、これからが楽、みはは、としこさん、笑って、楽しく元気で過ごし、大きくなってくれれば、それだけで、 十分、長野、そう。